ビクトル・ハネスクは、ルーマニア・ブカレスト出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス2勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス26位、ダブルス92位。身長198センチメートル、体重85キログラムの長身選手。ハネスクは7歳からテニスを始めたきっかけについて、自ら7歳の時、バスケットボールのクラブに入りたくなった。背は高かったがまだ幼すぎると言われ、すぐ近くにあった2面のテニスコートを見て、代わりにテニスを始めたと話している。2000年に19歳でプロ入り。2001年から、男子テニス国別対抗戦デビスカップルーマニア代表選手に選ばれ、以来11年連続で団体戦出場を続けている。2003年全仏オープンで4大大会に初出場し、全仏とウィンブルドン選手権の2大会連続で3回戦に進出した。この後2004年アテネ五輪でオリンピック初出場を果たす。ビクトル・ハネスクが、世界的な知名度を獲得したのは2005年全仏オープンのベスト8進出である。当時世界ランキング90位だったハネスクは4回戦でダビド・ナルバンディアンを6から3、4から6、5から7、6から1、6から2で破る勝利を挙げた後、第1シードのロジャー・フェデラーに2から6、6から7、3から6のストレートで敗れた。ところが、デビスカップ2006ワールドグループ1回戦で、ハネスクはアメリカ代表との対戦中に腹部の靭帯断裂を起こしてしまい、第3試合のダブルスを途中棄権した。同時に背中の故障を患った彼は2006年5月から長期間の戦線離脱を経験し、世界ランキングも大幅に下降した。デビスカップ2007ワールドグループプレーオフでルーマニア代表は、対日本戦のため、大阪府門真市の浪速ドームでプレーしたことがある。ハネスクは、鈴木孝夫との第1試合で敗れたが、最終第5試合で、添田剛に6から3、5から7、7から6、7から6で勝利し、ルーマニアはワールドグループ残留を決めた。2008年夏、ハネスクはついに男子ツアーのタイトルを獲得し、7月、第1週のスイスオープングシュタード決勝で、イーゴリ・アンドレーフを破って、シングルス初優勝を決めた。翌週のオーストリアオープンでは、ジェームズ・セレターニと組んで、ダブルス初優勝を達成する。2度目のオリンピック出場となった北京五輪では、シングルスで、ガエル・モンフィスとの2回戦に進んだ。2009年全仏オープンで、ハネスクは、初めて第30シードに選ばれ、4年ぶりの全仏4回戦に進出した。3回戦で地元フランスの第7シードのジル・シモンを6から4、6から4、6から2のストレートで破ったが、4回戦ではフェルナンド・ゴンサレスに2から6、4から6、2から6で完敗し、4年ぶりの準々決勝進出はならなかった。ハネスクは2016年6月に地元ルーマニアの下部大会に出場したのを最後に、公式戦出場から遠ざかっている。W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4、QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退、Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加、P= 開催延期 WG= デビス。Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。ありがとうございます。